はい、どうも、ハートと申します。つい先日ですね、私の人生最後の、高専の寮の、兵寮が終わりまして、もう寮生、高専生では、亡くなりまして、あとは 2,3 週間後のね、卒業式を経たら、経て、2024年3月を過ぎると私高専生じゃなくなります。はい、一般の社会人になりますので、私チャンネル名がね、今ハトズハウスかっこ寮生高専生だと思うんですけども、まあ肩書きが、また肩書きというかね、まあ、ちょっと変わりますので、チャンネル名を、完全に変更したいと思っております。寮生高専生を、外すだけでもよかったんですけども、ハトズハウスが、あんまり気に入らなかったので、そちらの方もちょっと変更させていただきたいと思います。ちょっとまだ変更案は何個か考えているのであれなんですけども、この動画今、直接は多分、言えないですけど、この動画を上げる頃には、変更してると思いますので、よろしくお願いします。ちょっと研究発表を終えて閉寮した油断したらちょっと風邪ひいたんで、ちょっと声全然出てないですけど、今後ともよろしくお願いします。